どうもこんにちは、太郎です。今回はポムフィオーレ寮の願い星集めていきたいと思います。ポムフィオーレのことマジでわからんからな。誰から行こっか。エペル君から行きましょう。エペルの、エペル君の部屋初めてだよね。リンゴめっちゃあるな。エペルの願い事、なんか可愛い部屋だないいっすね。なんか机の前に写真がいっぱいあるのいいね。なんか本当リンゴ多すぎじゃない？好きなのかな。わ、枕元にあるのは毒リンゴかな。あれ、僕の願いはなんだろう。リンゴめっちゃ食いたいみたいな、そういう願いかな。かわいい。身長が伸びますように。まあでも切実かもしれない。まだ伸びるんじゃない？エペル君。どうだろう。光った。おめえなんで身長が欲しいんだ？僕昔からたくましくてがっちりした見た目に憧れてて、身長が伸びれば今より少しは理想に近づけるかなって。絶対かっこよくなるよね、スラッとしてさ。ああ、背が高いとそれだけで強そうに見えるやつもいるしな。なんかジャック君とかに憧れそう。ちなみに学園内でエペルの理想の姿に近い体型、あ、気になる。え、ジャックじゃない？どうだろう、レオナ。お、やっぱりジャックだ。なんかジャックみたいな体型になったエペル君見たくねえ。ねえ、腕も足もムキムキで丸太みてえに太いもんな。同じクラスだし、実はジャック君にどうして身長がそこまで伸びたのか聞いてみたんだ。え、なんて答えたんだ。わからないって。まあわからんか。確かにわからんよな。小さい頃は、え、そうなんだ。エレメンタリースクール卒業前から成長痛で足が痛くなり始めて、あっという間に今みたいな高身長になったらしいよ。一気にあれだけでかくなったなら成長痛はさぞ辛かったろうな。一日1センチとか伸びてたのかな。めっちゃでかいよね、だって。僕もミドルスクールに入った頃は痛みで夜中に目が覚めたりしてたっけ。え、そうなんや。僕まだそういうの経験したことないから、だから成長痛はまだこれからだって信じたいかな。なんかさ、めちゃくちゃ痛くてもエペルだったら喜びそう。この痛みで身長が伸びるとか思って、頑張れってなるわ。俺様も経験してないからこれからガツンと背が。やめろ。なんか食費だけがさ高くなって終わりそう。お前は人間じゃないし、僕たちと成長の仕方が同じとは限らないんじゃ。ふな、そうそんなことね、きっと伸びるんだぞ。別にいいでしょ。見てろ、デュース。意地でもおめえを見下ろすくらい大きくなってやるからな。かわいいね。すごい平和だった。ストーリークリア。エペル君身長か。かわいいっすね。さあ、どっち行きましょうか。下から行ったから、ルーク先輩にしましょうか。ルークの願い事。お、ルークの部屋またおしゃれやな。なんか弓？綺麗にありますね。なんか双眼鏡が机の上に置いてある。え、こんな部屋なんだ。てかあれ、なんか壁紙剥がれてるじゃん。何の写真なんだろう。なんかルークのストーリーとか見たらさ、わかるのかな、これ。私の願いは、ルークの願い？弓が
うまくなりますようにかな。あらゆる美をこの目で見ることができますように。やっぱさすがポムヒョールだな。みんななんかさ、自分の何美容みたいな感じかな。エペル君も結局は身長だしさ、予想通りの内容というか、お前もブレないな、ルーク。やばい、ポムのことまだよくわかってないから当てられなかった。ポムフィオーレにいて、あのビルの隣にいるんだ。確かに。毎日嫌というほど美に触れているだろう。まだ足りないのか？もちろんだと思う、トレイ君。私は欲深い男だからね。世界中の美に触れ、その本質を知りたいのさ。例えば、踏み荒らされたことのない、新雪のように輝く原石。またおしゃれな詩みたいなこと言ってる。時とともに風化しながら、なおも凛と立つ塔。さっきの発言で、まずいところに火をつけたか？熱いね。こうなると、全然人の話を聞かないんだからな。おーい、ルーク、戻ってこーい。その後1時間語り続けました、みたいな。まだ見ぬ美に出会う想像しただけで。トレビアン。なんかルーク、旅に出そうですね。ルークこそ。全然聞いてないな。まだ足りないのか？なんて言って悪かった。お前の熱意は十分伝わったから。え、同じ部活？何部なんだろう？何部？だからその呼び方は恥ずかしいからやめてくれって、いつも言ってるだろ？料理部かな？なんだ？全然部活わかんねえよ。1年生の頃はそんな呼び方してなかったじゃないか。それはそうさ。シュバリエになるためには使えるロアがなくてはならないからね。終わった。ちょっと部活だけ見に行っていいですか？続く。ソーリークリア。何部なんだろう。はい、ルークハント。177センチ。夕焼けの草原。あ、え？サイエンス部なんだ。科学部ってことか。得意科目美術、趣味舞台鑑賞。え、嫌いなこと面白い。プライベートに踏み込まれること。なんかケイトくんみたいな、そういうのを感じるな。レバーパテ。嫌いな食べ物、ニンニク。特技カメラ。カメラなかったけどな、部屋に。あ、でも写真はあった。あれなんだ、何の写真なんだろう。ポムフィオーレの副寮長。美しいものを愛し、ベルやエペルの美しさを評価している。捉えどころのない人物。確かに、なんか秘密が多いって感じだった。サイエンス部なんだ、知らなかった。はい、では最後行きましょう。ビルはもう美しくなりたいみたいな。ストレートにそういうことかな。ビルの願い事。ビルの部屋もまた綺麗ですね。ダンベルがある。体もちゃんと鍛えてるのか。右バランスボールありますね。ヨガマットとかもあるじゃん。メンテナンス欠かしませんみたいな。ビルの部屋。私の願いは、ないわ。え？ないの？困る困る。ジェイドパターンだ。学園の生徒たちも望みが叶うって噂がある。中庭の井戸で願掛けしてるだろ。トレイはさ、何とかして願いよみたいな感じになってるね。いいこと、トレイ。
私はそんな眉唾の話を信じて時間を無駄にする連中が総じて好きじゃないわ。自分の足で歩んでいきたいみたいな感じか。何の努力もせず奇跡にすがろうなんて、たり引き本願もいいところ。私の願いは私自身で叶えるわ。集まらねえ、困るねこれ。参ったね。じゃあ去年もさ、願ってないのか。寮長のお前がそんなこと言ったら、ホモフィオーレの奴らがビビって願い事を言えなくなるだろうが。お、グリムさんめちゃくちゃいいこと言うな。いやほんとそうだよ。寮長としてなんか言ってくれ。そうだな。そうなるとスターゲイザーである俺たちも学校行事が立ち行かなくて困る。俺たちを助けると思って何か一つ軽くでいいから願ってくれないか。新しい口紅が欲しいだとか。そういえばさ、ベルの部屋ちゃんと鏡台がありますね。しっかりと肌のケアと化粧とかもしてるんでしょうね。しかもなんか姿見があったよね。鏡が2個あるっていうのがなんかさすがって感じ。明日の朝飯にツナ缶はグリム。グリム味が強すぎる。え、誰かに会いたい。下気になるね。会いたい人いるのかな。お願いしますよ。私が意地悪をしているみたいじゃない。いいわ、そこまで言うなら協力してあげる。あんたたちがこれ以上私につきまといませんように。泣ける。こんなん当たらんわ。めちゃくちゃショック。もちろん今すぐ叶えてくれるわね。最悪だこいつ。なんかさ、誰かの願いがさ叶うみたいな感じだけどさ、これでビルの願いがさ叶ってしまうから他の人の願い叶わないみたいな感じになりそう。それ以上ビルに噛みついても痛い目を見るだけだ。目的は達成したんだし次に行こう。極度の願掛け嫌いか。いるらしいといえばいるらしいが、ホムフィオーレもまた一癖ある感じで面白かったっすね。ストーリークリア。いやこれからさ第5章入っていくんだけどさ、どんな感じなんだろうと思ったけど、なんかちょっとホムのことが知れて嬉しかった。楽しかったです。ということで次回は最後ですね。このめっちゃ楽しみ。4人やっていきたいと思います。ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、ツイッターフォローとお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。